はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員楠澤亮司でございます。まだですね、手術で背中がざっくり切られた傷とですね、あとそこをかばってそこの前のですね、胸の方、前の方が脊椎と痛く筋肉痛になっちゃって、あとついでに右肩もですね、傷をかばってからいつも凝ってるんで、デトックスジャパンがよくしょ、いででででこういう風にできません今ですんで、こんなになっちゃいます、しばらくの間ご勘弁ください。立憲代表代行の枝健二は少額非課税積立に二重課税を断言したバカと、テレビ番組で言っちゃったようですね。これ知らねえんだが、積立NISAっていう商品なんですけど、これのことよく知らなかったのか、単なるバカなのか、メディアが全力擁護してくれるので、大概の立憲議員の人間性や知性はですね、落ちるとこまで落ちる見本であると。こいつ前は維新だったんですよね。で、維新のクズの方と民主党が合併して、一時期民進党、民主党の民と維新の進で、民進党ってなったじゃないですか。まあ、枝健二もですね、維新にいた頃は、ちょっと努力もしたんでしょうけど、立憲になってからですね、メディアがなんせほら、全力でかばってくれるから、努力も勉強も全くしなくなるじゃないですか。ですんでね、立憲議員は、知性も人間性もとことん落ちていくというのが私の見立てであります。共産党はね、上がおっかないんで、あそこ軍隊みたいなとこなんで、たまにめちゃくちゃ変なことは言いますけれども、立憲ほどね、ちょい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 変なことを言ってないのかなっては印象ですね。神奈川新聞電話調査、比例投票先を自民立憲と答えた人の年代なんですけれどもね。括弧の中が立民です。39歳以下 43.0% 自民、13.7% 立民、40歳から59歳まで、40代、50代ですね。35.3% 自民、18.1% 立民、60歳以上。34.2% 自民 22.4% ということでですね、見事にですね、左翼率がですね、老高弱低の結果になりました。まあ若者は選挙に行けって感じでしょうか。しかしこれ見事ですよね。若者は自民、高齢者は野党、立民、まあ共産党なんかも多いんだろうなって気はしますけどもね。ネットの話、若者が投票に行くとパの議席が減る、選挙権のない高齢左翼発狂。選挙権がないっていうことは、まあ日本人じゃないっていうことですか。ちょっとスマホで調べれば嘘も捏造もすぐバレるし当然。これ若い世代ほど自民支持率が高い、立民はダメっていうのも、まあ、当然である。いいね、投票所に並んで立ってる、プラカード持ってる高齢左翼どもせせら笑ってくるわ。そんな投票所あんの？そんな投票所あんの？これ選挙妨害じゃないですか。そんなずらっと並んで圧力かけて、よし分かった、ちょっと自民に入れてくる。そんなね、プラカード持ってずらっと並んでたら余計嫌われて共産党になんか入れるもんか、立憲になんか入れるもんかってならないか。あれ、ネトウヨは貧困高齢者じゃなかったのって、あいつら嘘しか言わんからその逆が正解。それ負け犬左翼な、いうような意見がありました。賛否両論ありそうな靴沢案をご披露いたします。まあ年代が高いほど、つまり年取ってれば年取ってるほど
左翼率が高い。まあこれ、ワイドショーの影響でしょうね。テレビに影響をどっぷり受けてるのが高齢者層。テレビほとんど見てねえ若者は、そこまでね、ちゃんと真実が分かってるいうことなんだと思いますけれども、一人一票の原則に従い、0歳児から投票権を与える。ただし、18歳以下の投票権は親が代理投票すると。まあ、子供の分の投票権も、親がよくよく考えて駆使する、行使するってことなんですけど、事故や育児放棄などで、両親ともにいない場合は、祖父、祖母が代行。まあ、それすらいない場合は、まあ、相談っていうか、まあ、個別の案件ってなりますけどね。ですんでね、まあまあ、二人お子さんいる4人家族のお父さんお母さんは4票持ってると。そういうようなことにしたらいいんじゃないか。賛否両論あると思いますよ。これはあくまで私の日本改革論案でありまして、最近の第一子出産年齢はですね、30.7 歳だそうであります。皆さん、なんとか30歳、20代で産みたい、っていう感じなんでしょうかね。子供が18歳の時に母親48歳ですね。これは中間児の50歳よりも若いですよ。これ今あれだって、女性の年齢の中間児が50歳だって。で、女性をですね、ランダムに、1人連れてくとですね、50歳以下の確率が 50%、50歳以上の確率が 50%。ということらしいんですけど、まあ、子供の分の責任も負えばですね、投票率上がると思うし、これは俺の権利だけじゃない。子供の権利も俺が責任持たなくちゃなんないんだ。普通の親ならそう考えますね。あとね、政党や候補の主張や過去をめちゃくちゃ調べると思うんですよ。子供の権利も俺が責任持つんだってことになったらば、もうちょっと一生懸命ね、選挙のことについて考えたと思うんです。で、調べたらすぐ、嘘や捏造はわかりますから、立憲のこの候補者、過去にこんなとんでもねえこと言ってやがる。なんてこともすぐわかりますしね。未成年の子供の親世代は、まだまだ若いくて、ワイドショーの奴隷じゃなさそうだしね。まあ、どうなんですか、30歳の奥さんの旦那さんって、まあ同年代 ?33 歳、32歳、31歳とかが多いんじゃないでしょうか。そしたらまだまだね、忙しくてテレビなんか見てらんねえわ、いう世代が多いですね。まあ、0歳以上。現在の政策は、投票率が良い、高齢世代偏重であります。まあ表になる高齢者対策の政策ばかりが実行されておりますけれども、これまあ仕方ないですよね。最大多数の最大幸福というシステムがありますから、投票行かないってことは現状で満足だっていう意思表示になってますから、まあこれはこれで仕方ないことであります。このシステムをガラッと変えるには、0歳児から投票権を与えて親がそれを行使する。未成年の権利を代表するため、その票が増えればですね、子供のための政策も激増するよね。で、未成年のために私はこんなことを考えてますっていう候補者に投票しますでしょ、親が。親が、子供のために。これ、私がですね、昔から考えてた日本改革案であります。異論は認めます。激しい反論も不可避と思われます。まあこれね、投票権を金で買うやつが出てくるんじゃないだろうかとかですね。まあそれ普通に買収ってなって、あれですね、選挙違反、罪になりますけれども、あとは票目的でバカスカ子供を産むやつ出てくるんじゃないか。まあそれはそれでいいんじゃないですか、少子化対策になってね。まあ反論はコメントで、お願いいたします。産経新聞報道、 NHK 紅白歌合戦観客募集数2019年、123万944件、
2020年無観客開催だから募集しなかった。2021年、もう締め切ったんですけど、121,425件と約10分の1に激減してしまいました。2019年直近の123万から12万と激減してしまいました。NHK の言った言い訳がですね、ネット募集だけにして1契約1募集に絞ったせいだそうであります。まあお客様番号、契約番号で、あれなんでしょうね、契約、1契約したら、世帯で1回しか、募集できないんだな。1募集しかできないんだな。6人家族だろうと、8人家族だろうと。19年まではですね、1人が何百枚もハガキで出して、応募するケースもあったみたいであります。それもあって、10分の1に激減したみたいなんですけど、まあ自称公共放送で、娯楽番組は必要なのか？歌番組？しかもですね、演歌とか、メインの視聴者が高齢者ですから、それらに、その人らに受けがいい演歌とかですね、紅白以外では全然見かけない人とかも出てくるのが常ですけどね。なんか高齢者以外に需要あんのかな、40歳以下の人見てんのかな。各家私はテレビ持ってないから全然見てませんけど、NHK 紅白に関してはですね、昔から出場者選抜基準が不透明すぎるであるとか、競り勝った芸能事務所が出場権を得てるんじゃないかっていう噂があったりですね。つまりですね、NHK の紅白に出るためにギャラをもらうどころか、芸能事務所が金出して、うちの誰それ出してくれんだったらいくらいくら払いますっていうですね、逆ギャラが発生してるんじゃないかとかですね。一回でも出ればですね、コンサートの度に紅白出場歌手ってかけるしね、その人の箔がつきますから、芸能事務所は金払ってでも紅白出したいでしょうよ。テレビがある人が母数のですね、視聴率でなくて、紅白もですね、年々視聴率下がってんだか上がってんだかさっぱり上がんないですけど、テレビがある人が母数ですから、率ですからね。そうでなくて、私は視聴世帯数の毎年の推移が知りたいです。例えば、視聴率 30%。ちったら、6000万世帯。あ、そんなにねえか。日本は今5400万世帯ぐらいですね。全部がテレビ持つとすると、30% ですと、1500万世帯ぐらい、見たのかってなりますけれども、今、テレビ持ってない家庭も多いでしょ。若者一人暮らしとかテレビない、私もないですけど、そうじゃなくて、何人見てましたっていうのが知りたいなぁと思っております。こちら、熱海市で起きた土石流、土砂災害の原因となった参拝盛り土なんですけれども、自然の山はほとんど崩れず、大雨でね、盛り土したとこが、流れてったって話なんですけど、それの事業者がですね、あれだったんだって、報道になっておりました。行政指導に対してですね、差別だとか、俺の土地だとか、訴えるとか、上が動いたら大変なことになると、行政を脅迫し、強引に盛り土作業を進めたっていう関係者の証言が報道されておりました。ネットの反応です。都合が悪くなると差別だっていう時点で正体バレバレ。Z か B か。空パネ案件だから Z か。差別とか言い出す連中か。便利な言葉だね、差別って。一部の人たちがよく言うワード。正体表す魔法の言葉。差別って。あ、察し。あっちじゃなくてこっちのあれだか。被害者にどう浴びるつもりなんだこれ。氏名も
社名も報じないゴミメディアと、まあ仲間ですかね。さてばね、二言目にはね、差別差別っていうやつの仲間ですからね。新聞もテレビもね、書いたらその社は終わりだから。あ、これ誰が言ってたな、民主党のあの大臣の松本龍とかいうやつかな。差別だ、騒いだ結果大量殺人ですよ。これをきっかけに差別ビジネスに切り込んでほしい。日本中の差別利権を潰さんと同じことが起こるぞ。いうような書き込みました。Z か B か、まあどっちでしょうかね。参拝っていうとあの B が B なのかなーっても思いますけれども、まあソーラー絡みだったら Z も怪しいな。Z かつ B ってことも考えられますよね。B 組織にですね、Z が入り込んで乗っ取ってる状態とかね、あるいはまあ立憲と共産みたいに協力し合ってるとかね。差別だ言われて引き下がる公務員も大問題ですよ。どうせね、市の職員なんか数年で配置がいいだから、自分がこの部署にいる間は何事も起こってほしくないって気持ちはわかりますけども、これ許せばですね、日本中にはびこる差別ビジネスっていうのが後世に残っちゃうでしょ。子孫に渡すことになっちゃうでしょ。そうするとね、50年、100年経った時に子孫に歴史の教科書に20年代に生きてたおっさんどもは何やってたんだ、2020年代に生きてたおっさんどもは何やってたんだ、罵られること、秩序ですね、不可避ですね。まあ40代、50代、60代の社会を動かしてるおっさんたちは一体何やってたんだと、こんな差別利権残しよう。で、後世罵られますよ。これはNHK にも言えることで、こんなね、闇の組織、後世に、子孫に渡してはならんと、私は思っております。ですんでね、肺がんで死にそうになりましたけど、私生きてるうちに NHK なんとか潰してえな。テレビ、ごと、丸ごと潰してえなと思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。